和33年4月21日、国賓として日本を訪れたメンデルストルコ首相は、羽田に到着、歓迎を受けました。この日、霊砲中隊も初めて空港に出動、19発の霊砲を発射しました。儀仗隊は東京国際空港を彩る華やかな存在となりました。これより2日前の19日、マニラに聖火を受け取りに行く重大な役目を持って、海上自衛隊の対潜哨戒機ネプチューン2機は羽田を飛び立ちました。マニラ・ラサール競技場で点火された聖火を乗せて、一路日本に向けフィリピンを後にしたのです。鹿児島に無事到着した聖火はリレーによって東京を目指して運ばれて行きます。ファンファーレで幕を開けた第3回アジア大会。開会式に閉会式に、そして競技の進行に自衛隊はいろいろな面で協力しました。増強を重ねる自衛隊の幹部を養成する防衛大学校の卒業式。今年も陸海空合わせて356名が巣立っていきました。陸海空それぞれの制服に控えた卒業生は、見送る下級生と別れを惜しみながら訪問を後に新しい生活に向かったのです。一方、将来の自衛隊の中核ともなる少年自衛官の募集も、多くの志願者を集めて、試験場には少年たちの真剣な姿が見受けられます。また最高の競争率を示している婦人自衛官の募集には、白衣の天使に憧れる若い女性が殺到しています。難関を越えて新しく採用された婦人自衛官、彼女たちには規律ある団体生活の傍ら、生け花など女性としての一般教養も授けられています。ナースとしての実務は養成機関を通じて一刻の揺るがせもなく教えられ、こうして立派な婦人自衛官が育っていくのです。人員の増強とともに装備の改善充実も急ピッチで進んでいます。習志野にある落下傘部隊の第一空挺団に5月8日落下傘降下塔が完成しました。地上83メートルの高さにそびえ立つこの塔は、今後の訓練にさらに良い効果をもたらすことと期待されています。国産艦の建造も着々と進み、海上自衛隊は充実強化されています。
先に竣工を見た波形警備艦が5月8日芝浦で公開されました。排水量1700トン速力32ノットを誇るこの警備艦は3インチ連装速射砲、魚雷発射艦、対戦兵器多数を備えています。さらに7月29日東京石川島において警備艦夕立の進水式が行われました。排水量1800トン5インチ砲3門、3インチ砲連装2機を装備し、対戦対空に完成後の活躍が待たれています。これら新造艦は海の守りに今後大きな役割を果たすことでしょう。時代の脚光を浴びるミサイルは兵器として重要な役割を占めるようになりました。6月2日北富士でのミサイル発射テストはいずれも大成功のうちに終わりました。一方、無人機にテレビカメラを載せて離れた場所を映し出すという試みも進んでおり、このほど試作機が完成、テストを待つばかりです。話題をまいたスイス製の誘導ミサイルエリコンも8月17日横浜港に到着しました。研究用ミサイルとは言いながらなかなかに大きな梱包です。荷揚げをめぐって一部の反対もありましたが、無事に技術研究所に運び込まれました。このエリコンは電波でミサイルを目標に誘導する方式のもので、スピードは音の 1.8 倍、1万5000メートルの高さに達すると言われています。6月ごろ日本各地は干ばつに見舞われ、東京でも小河内ダムの貯水は底をつくありさまです。舞台では直ちに給水を行い、水に悩む家庭の主婦たちから感謝を受けました。また九州ではドライアイスを雲の間に巻き、人工で雨を降らせようという試みにネプチューンが協力飛行を行いました。災害に対する自衛隊の協力はたゆみなく続けられ、島根県浜田市にも航空自衛隊 C-46 輸送機が水害救援物資を積み輸送を行いました。台風11号は最大風速35メートル、激しい豪雨を伴って京浜地方を襲いました。この雨で都内を流れる中川の堤防が決壊、あふれた濁流は瞬く間に付近一帯を水浸しにしてしまいました。陸上自衛隊練馬部隊は早速都内江東方面に急行、5万に及ぶ被災者の救援に当たりました。警察消防と力を合わせ逃げ遅れた人々の救出に活躍しました。観測史上最大といわれた台風22号、9月26日の大雨は各地に猛威を振るいましたが、中でも伊豆半島鹿野川決壊の被害はものすごく、修善寺伊豆長岡など流域10カ町村は一夜のうちに廃墟と化しました。家を失った人々、
出来焼きを前に呆然とする農夫。陸海空三自衛隊は多数の隊員を現地に派遣、罹災者の救助、物資の輸送、復旧作業に当たりました。泥濘や流木と戦う隊員の姿が至る所に見受けられます。道路や橋の再建に必死の努力を続ける隊員に対して、地元関係者たちから限りない感謝が贈られました。8月12日夜、全日本空輸の旅客機が SOS を発信したまま行方不明となりました。遭難海面と推定される伊豆大島付近の海面には海上自衛隊の艦艇も大挙参加して大規模な捜索が始められました。懸命の捜索にもかかわらず、13日の昼近く、まず機体の一部が発見され、次いで遭難者の死体も収容されるに及んで、33名の乗客と乗員の遭難は確実となりました。海上自衛隊の幕僚長長沢浩海将はこのほど勇退することになり、その後任として自衛艦隊司令伊原貢海将が新しく就任。8月15日防衛庁屋上において交代の式が行われました。9月4日防衛庁長官による部隊視察が航空自衛隊浜松基地で行われました。広い飛行場を埋め尽くした隊員を前に、佐藤長官は国土防衛のため一層の努力を望んだのです。この日、第一航空団のパイロットは F-86F ジェット戦闘機の見事な編隊飛行を大空いっぱいに繰り広げました。9月16日、大国陸軍の参謀長フルアン大将は防衛庁に杉山陸上幕僚長を訪問、懇談を交わしました。航空自衛隊は内容の充実に伴い、自主防衛の一つとして中部方面隊を設け、8月1日その隊旗の授与が行われました。24時間中レーダーにより普段の警戒を怠らぬレーダーサイト、空の防衛に欠くことのできないこの施設も次々と航空自衛隊の手に引き渡され、隊員たちの手によって自主運営が続けられています。またジェットパイロットの養成が進み、空の警戒態勢も強化されました。そのためぜひとも必要な全天候戦闘機も F-86D が揃うにつれ一層の充実を見せました。現在 F-86D ジェット戦闘機を主体とする第三航空団は小牧基地において、明日の自主防衛を目指して日夜休まず訓練を重ねています。8月6日の東京港晴海ふ頭、6隻の警備艦よりなる海上自衛隊遠航部隊は第2次遠洋航海の途につきました。この日ふ頭には防衛庁長官をはじめ同僚家族など多数が見送り、一行の前途を祝しました。やがて岸壁からの見送りの中を
約200名の実習員を乗せた援交部隊はアメリカ、カナダに向かって怒りを上げたのです。日本を経って以来、シアトル、バンクーバー、ブレマートン、そしてサンフランシスコとアメリカ、カナダの2カ国にわたって航海を続けてきた援交部隊は、今航海最後の寄港地であるホノルルに入港しました。補給を終えた部隊は名物のフラダンスに見送られてホノルルを後に祖国へ向かいました。全行程1万3000海里、2ヶ月余にわたる航海を終えて第二次援交部隊は10月11日横須賀に寄港したのです。国民に防衛問題をよりよく理解してもらうために各地で開かれる平和のための防衛大博覧会、自衛隊はこれに大いに協力、武器の展示に説明に人々の理解を深めることに努力しています。10月28日渡辺信一郎、菅原通斎、町春草などの文化人を招いて行われた一日入隊、ついで迎えた11月1日の自衛隊記念日、東京の明治神宮外苑では4300名の隊員が岸総理を迎えて観閲式を挙行しました。少年自衛官、空挺隊員、婦人自衛官も参加しました。やがて堂々たる観閲行進に移りました。自衛艦機を先頭に海上自衛隊の行進、強い特殊部隊の行進、こうして自衛隊の今日の姿を都民の前に遺憾なく披露しました。日夜休みなく続けられる訓練の仕上げとも言うべき演習、10月14日より北海道の広い全域にわたって陸上自衛隊北部方面隊の人員2万車両4千を動員しての機動演習の幕が切って落とされました。北海道の大分水嶺、大雪山を越える車両の列、夜間も行進は休みなく続けられます。川を渡る際には施設部隊により仮設された橋の上を進みます。こうして北海道の東西にわたる大規模な演習は10日間にわたって行われました。本演習中最大の見物である展示演習は17日に行われました。空挺部隊の一斉降下、演習場の上空は一面にきれいな花が咲き開いたような光景です。着地と同時に落下傘を外して武装を整えます。前進する特車、
機関銃の金属的な射撃音。ハーフトラックからも一斉に撃ち出します。特殊陣の一斉射撃。放射砲の凄まじい水平射撃。こうして日頃鍛えた腕前のことが遺憾なく発揮されました。自衛隊は本年度も訓練に災害派遣に、そして対外協力に全力を注いできましたが、今後なお一層の飛躍を目指すものであります。